この雨の中外ロケができひん中でなんと家に入れてくれた。やったんだ。やっほー。いつもの話もなくちょっと座ってよ。いやすみません、じゃあお邪魔して。いや俺ね、いや、まさに本当に新しいことしようってあるのよ、うん、だけど、うん、経験がさ勝っちゃって今までの33年あで考えちゃうよ、考えちゃう、数字で出しちゃう。ああなるほど、あ、まあこれぐらいだからやめ、まあ、なるほど、やるほどのこと価値もないなっていう。あ、なるほど。あ、無意味なことやった方がいいわ絶対。プロさん SNS とか見てて、うん、最近って自分たちの興味のあることがアルゴリズム上勝手にこう情報投げかけてくれる、勝手にね。そうだからおっぱい好きだったらもうインスタグラマーのおっぱいしか出てけへんみたいな。 TikTok もね、自分に合った動画しか出てこない。そう、あれが俺めっちゃ嫌で、知らない情報を知りたくて、知らない情報に対して興味を持つことが子供心だと思ってるから、街歩いてて、あの面白いお店なんやろって入ってみたりとか、調べるの Google で、口コミ見たりとか、あ、こんな店なんやとか。だからそのための余白の日にちを作る。あんまりせかせか仕事のことばっか考えてずっとこう仕事で埋め尽くしすぎたら余白がなくなるから、新しい自分に出会えなくなるから、だから新しい自分に出会うためにちょっとこう休日をあえて作るみたいな、いろんなこう世界観をこう見るのが楽しくて。でも俺に足りないものはやっぱその未知のもの、未知のものに手を出すっていう勇気と時間、うん、うわもうこんなことやってたら安定したもの行きたいみたいなさ。なんでそんなそのずっと俺記者のように生きてたわこう最近。ああでも そのレールはだからなんかもっといろんなものに使えるんちゃうかなって。ずっとポップポップそのレールしか動いてない、将来のためにみたいな勝手な変な堅実感でさ。でもほとんどの人らはなんかお金稼いだらそれ残したまま死ぬらしい。年取っていったら体まず動かないようになるし、体と同時に気持ちがストップしてる。いや死ぬ時に貯金ってどれぐらいあるんだろうって思うようになったのよ。いや、うん、俺だったら貯金ゼロに近い方がいいじゃん、使い切って死にたいじゃん。うん、絶対そうやん。でも今のこのポッポポポやったら、うん、使い切れねえわみたいな。確かに。でジョー君はさ逆じゃん、逆多分使い切る方じゃん、うん、なんならマイナスにしてさ、うん、国に迷惑かけて死ぬみたいなタイプじゃん。もう分からん、それは分からん。病気やったらやる？やんないよ。やった方がいいよ。先生最近ちいかわの UFO キャッチャー見たをちょっと最近やりだしたりとか。いや面白い UFO キャッチャー。新しい自分に出会ったってなんの？好きなさ女性のタイプとかなんかあるの？そんなさ、あコミュニケーションいっぱい取れる人と、うん、一緒にこう楽しいこと一緒にできる人と、うん、楽しいプラス俺一個一個心に消化したいね、その楽しい物事を、うん、なんか彼女に、ね、これ例えば一個飲みます、美味しい、うん、例えばどっか行きます、土曜日でなんか飯屋とか行って、うん、わこれってこうやんなあ、そうやんなみたいなんで一緒にこう深掘りしていきたい。あとはもう帰ってくる場所みたいな、なんかそういう落ち着きやな。あ、意外にまあそういう感じなんだ、うん、そういう感じやで。